ファンタジーラジオ。はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。はい、ですね、パソコンの便利な機能っていうもののベスト10みたいなのが発表されたんですよ。うん、まあどっかの記者さんが、まあ、独断と偏見で決めるようなランキングだったんだけど、うん、まあそれをね、はい、まあ発表というか、はい、していきましょう。うん、でね、一応ベスト10まであったんだけど、それ全部やってるとね、ほんとクソ長くなりそうだったんで、もうベスト5ということで、はい、やっていきましょう。はい、第5位、自動スクロール。マウスの真ん中のホイールをクリックすると矢印が出て上下左右にスクロールさせることができます。特に Excel で上下左右に動かす場合に有効だと思います。はい、このね、自動スクロール、俺ね、実際使ったことなかったんですよ。うん、この記事を見て初めて知って、で、まあ実際使ってみたら、お、まあ、あ、こういう感じかみたいな、うん、そんな感じかみたいな感じでした。うん、あんまりね、便利かと言われたら俺はあんまり使わないかなと。うん、で、まあ普段 Excel とかやんないし、 Excel やる人にもしかしたら重要のあることなのかもしれないけどね。うん、4位、検索機能アクセラレータ機能かっこ IE。 はい、ブラウザ上で知りたいキーワードが出てきたときにその文字を選択して右クリックすると11文字を入力しなくても調べられます。インターネットエクスプローラーだと選択した時点で青いボタンかっこアクセラレーター機能が表示されますので、それをクリックします。はい、これね、全くもって、ね、初耳もいいとこだったんですよ。うん、でやってみたところ、俺的にどこが便利なのかが全くもって分かんなかったです。はい、まずつかないね、俺はね。うん、3位、5ボタンマウス。パソコンを購入してマウスが付属する場合、大抵3ボタンマウスですが、5ボタンの場合、進む、戻るが使えるようになります。有線マウスで1000円くらいなので、ぜひ買い替えてみましょう。二度と3バーマウスです。はい。これね、まあ俺はその3ボタンマウスしか使ったことがないんですけど、うん。その進む戻るっていうのは、要はそのインターネットページの左上とかにある矢印の役割なのかな。もしそれだったら使ってみたいっていうのは俺はすごく思う。まあ使ったことがないんで、これが便利かどうかってのはわかんないけど、有線、まあ別に無線になる必要は俺ないから、うん、いや1000円だったら、いや、ちょっと魅力だなっていうか、ちょっとどころじゃなく魅力は感じてますね。うん、2位、入力項目でタブ。ネットでお買い物などをするときにフォームに文字入力しますが、タブを使うとマウスを使うことなく項目を移動できます。結構使い勝手があるキーですね。逆回りをするときはシフトキーを押しながらタブキーです。タブです。はい、これはまあ使うよね。うん、まあ結構使う。まあそのネットで買い物とかじゃなくても結構頻繁には使うかな。で、まあびっくりしたのが、逆回りができるっていうこと考えもしなかったけど、シフトキー押しながらタブキーっていうのは、うん、まあ使うのかな。うん、あんまりその逆回りさせることもないからね。うん、ただまあこれ2位っていうのはまあ納得です。はい、で1位、プリントスクリーン。画面そのままを画像として取り込む機能ですが、意外と使ってない方が多いと思います。とはいえ、マイクロソフトオフィスに標準搭載されましたので一般的になったでしょうか。あとパソコンではないですが、スマートフォンでもこの機能は使えます。はい、このスマホでも使えるっていうのはスクリーンショットのことなのかな。うん、まあたまに使うぐらい。うん、でこれが便利かと言われても全くわからない。まあ便利は便利だけど、うん、そうだね、あんま別になんかその1位だぜっていうぐらいのあれはない。うん、まあこのね、ランキングを見てて俺がね、そのなんつうのかな、知らないものが意外と多い。うん、まあ1位と2位は普段パソコン使う人だったらまあ知ってると思うんだけど、うん、この4位のアクセラレーター機能とかなんて聞いたことないもん。うん、全く知らなくても困んないし、うん、やっぱ5ボタンマウスだな、これはそんなものがあるんだっていうのは、うん、なんかボタンいっぱいついたマウスが存在してることは知ってたけど、うん、なんか5ボタンマウスっていうなんかその便利そうなものがあるのは知らなかったから、うん、これは気になりますね。うん、皆さんはプリントスクリーン機能とか使ってますか？ぶっちゃけあんま使わないよね。うん、特にオチはないよ。なんかただなんかその便利なやつがあるって話、もしこの今言った5つの中で
使ってないものがあったらぜひ使ってみて、特に2位のタブキー、これはね本当に俺は便利だと思うから、うん、ぜひ使ってみてください。なんだこれ。よし、それじゃあ終わります。またな。